ハワイのクリスマスツリーのポストカードハワイのクリスマスは西欧諸国と同様毎年行われる重要な祝祭の一つである。ハワイにおける祝祭としてのクリスマスはこの地を訪れたプロテスタントの宣教師が紹介したもので1820年以降に始まったと考えられている。その伝統的な要素のほとんどは宣教師が持ち込んだものである。ハワイの住人が 今日のような形でクリスマスを祝う以前には、マカヒキという祭りがあった。このマカヒキが催される4ヶ月の間、すべての争いは禁じられていた。当時からすでに、あらゆる人へ平穏と善意があるようにという、祝祭としてのクリスマスのエッセンスがあったと言える。行事として、ハワイに定着する以前に行われたクリスマスは、1786年のものが最初の記録として残る。 これは、商船クイーンシャーロット号の船長ジョージ・ディクソンが、ハワイのカウアイ島に停泊していた時のことだった。ディクソンと船員たちは、丸焼きの豚など豪勢な晩餐を取り、クリスマスを祝ったという。1856年にはカメハメハ4世とエンマ王妃が、感謝の日として公式にクリスマスを祝った。1858年のクリスマスイブに、メアリー・ドミニスが、 ワシントンプレイスで模様したパーティーは、ハワイでは始めた、クリスマスツリーとサンタクロースが、全面に押し出されたものであった。1862年、カメハメハ4世はクリスマスを公的な休日と定めた。ホノルル市では、毎年、きらびやかな照明で飾り立てられた、高さ50フィートのノーフォーク松のクリスマスツリーを、メインとした光のセレモニーを開催している。 この催しでは同時にライブミュージックも演奏される。とはいえ伝統行事として見た場合には他の地域と特に変わることはない。大量の食事が提供されるほか、ハワイではビーチが近いためサーフィンや水泳を行う人も多いし、ビーチではギターやウクレレが演奏され、フラダンスを踊る人もいて訪れた人を飽きさせない。サンタクロースの帽子こそ皆が被るが、 伝統的なサンタクロースのソリとト,トナカイはアウトリガーカヌーとイルカに置き換えられる。ハワイの島々には多様な文化や民族があるが、ハワイにおけるクリスマスは宗教的であるにせよ世俗的であるにせよ、彼ら独自の仕方で祝われてはいる。サンタクロースもその特徴的な赤と白の服を脱ぎ、アロハシャツを着る。クリスマスリースはポインセチアで作られる。 メレカリキマカ、メレカリキマカのフレーズはハワイ語でメリークリスマスを訳したものである。これは1949年にロバート・アレックス・アンダーソンが作曲したハワイをテーマとしたクリスマスソングでもある。このフレーズは英語からの直接的な借用語であるがハワイ語では異なる音韻系を持っているためにメリークリスマスはメレカリキマカとなった。 より現代的な曲にビーチボーイズのコンピレーションアルバムアルティメットクリスマスに収録されたメリコリーキマカと呼ばれる曲がある。ありがとうございます。